前回の動画では日本縦断1本目ということで、鹿児島から福岡博多までやってきました。今回のバス旅もぜひ最後までお付き合いください。日本縦断2本目は博多駅地下街から直結のこちら博多バスターミナルより広島へ向かっていきたいと思います。地下街だけでなく2階の連絡通路でも博多駅ビルとつながっていて非常に便利な立地です。3階までの各フロアにはそれぞれコインロッカーがしっかり用意されています。2階にはローソンもあり、通常の品揃えに加えて福岡のお土産も扱っています。さらにローソンの奥には宮崎県のアンテナショップもあります。博多バスターミナルでは基本的に本州方面の便は3階35番乗り場からの出発となるようです。今回乗車しますバスがやってきました。中国 JR バスさんの幸福ライナー広島駅行きです。ここで残念なお知らせです。業務員さんに言われ慌ててお手洗いを済ませてきました。それでは車内へ入っていきましょう。この日は車両運用の都合ということで、本来幸福ライナーに使われる車両とは別の車両が使われています。トイレがなく IC カードリーダーがついていたので、おそらく普段は近距離の便で使っている車両だと思われます。つまり設備的にはちょっとしょぼいです。電源が用意されていたのはせめてもの救いです。ちなみに普段の幸福ライナーは4列シートながらもう少し設備の良い車両が使われています。帝国16時に博多バスターミナルを発車しました。西端の広島駅南口まで案内いたします。続きまして到着予定時刻を案内いたします。途中広域公園20時17分、大塚駅20時20分、広島北センター20時32分、西端の広島駅南口には20時44分到着の予定でございます。ここでこちらの幸福ライナーについてご紹介したいと思います。運行は1日8往復、普通運賃は片道4250円ですが、ネット予約ですとウェブ割や期間限定の20周年幸福割で2000円から利用することができます。なおこちらの路線、4社による共同運行で所要時間は4時間40分前後となっています。詳しくは概要欄にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックされてみてください。博多バスターミナルを出て1時間弱、小倉南インターで乗車の方のため停車します。この便ではここから2名の方が乗車され、合わせて15名ほどの利用となりました。それでは失礼いたします。ご乗車お疲れ様でございました。バスは間もなく休憩地、岸パーキングエリアに到着します。小倉南インターを出て約10分、岸パーキングエリアで休憩となります。それではバスを降りて探検してみましょう。外観はこんな感じとなっています。早速店内に入ってみましょう。お店の規模の割にお土産の種類が充実しています。その分、大手コンビニが運営する店舗に比べると、食料品、飲み物、日用品の品揃えは少し手薄かもしれません。バス旅ではなかなか使えませんが、フードコートで食べるご飯も美味しいですよね。そろそろ出発時間ですので、バスへ戻ります。
市パーキングエリアを出て約1時間半、下松サービスエリアで2回目の休憩となります。それではバスを降りて探検してみましょう。外観はこんな感じとなっています。早速中へ入ってみましょう。入り口にはフードコートのメニューがありました。片焼きそばが美味しそうですね。フードコートとは別にちゃんとしたレストランもあります。こちらでは山口名物の瓦そばもいただけるようです。お土産売り場もかなり広いですね。パン屋さんも併設されていました。そろそろ出発時間になりますのでバスへ戻りましょう。バスは帝国より少し早く広島バスセンターに到着しました。こちらの広島バスセンターは広島の中心地神谷町という便利な立地ということもあり、半分くらいの方が降りていかれました。広島バスセンターを出ると終点広島駅まではあとわずかです。今回は通常使われている車両と違うバスでの運行でしたので、トイレがなかったりと最初は不安に感じましたが、2回の休憩もゆっくりめに取っていただいたので十分快適に過ごすことができました。安全運転で送り届けてくださった乗務員さん、本当にありがとうございました。日本縦断の旅1日目はここ広島までということになります。ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。もしこの動画をいいなと思っていただけたら、チャンネル登録をして2日目以降の旅にもお付き合いいただけると嬉しいです。それではまた別の動画でお会いしましょう。今夜は駅中の人気店レイちゃんでお好み焼きをいただきたいと思います。まずは生ビールをいただいて焼き上がりを待つことにします。各地から人が集まるターミナル駅だけあって、食べ方の説明もバッチリです。席ごとに消毒用のアルコールが用意してあって安心ですね。広島のお好み焼きは重ね焼きスタイルとなっています。お店の方が作業しているのを眺めるのも楽しいものです。さて、お待ちかねのお好み焼きが出来上がりました。いただきます。こちらのお店は生麺を茹でて使っているので、もちっとした食感と野菜のシャキシャキがたまりません。美味しかったです。ごちそうさまでした。